はい、こんにちは。今日はですね、型シリーズの一つで、表紙というものをやってみようかなと思います。表紙って、かなりの種類があります。例えば分かりやすい例で言ったら、左足で一発ドンと踏む表紙から、長いものになってくるとコトンとコトンって、こんなかなりの数を踏む表紙まで、いろいろあります。その表紙をいくつか紹介して、実際やってみようかなと思います。で、この表紙を踏む時の注意点なんですけれども、この動画ずっと見ていただいている方はよくご存知だと思うんですけど、この舞台自体は2階なんですよね。ですんで、ここで思い切り踏んでしまうと、下に両親がいるんですけれどびっくりします。ですので、そこまできつくは踏めません。ただ、能舞台っていうのは、思い切り踏んでいくところですんで、そことの違いは少し置いておいてください。で、踏む時の基本ですけれども、足がこうあったとしたら、表紙ってどこで踏みますかね。表紙の音が鳴らない鳴らないっておっしゃる方、大体ね、ここで踏んでるんですよね。この辺ペチョッペチョッってなります。これが、表紙が鳴らない原因です。本当はどうして踏むかって言ったら、このかかと、ここで踏んでほしいんです。こういう感じでドンと、で、こう上がってしまうと、足が浮いてしまいますから変な感じになります。だからこうギリギリまで、接地面までこうかかとをギリギリまでかかとの方向で行って、ここでピッと戻すような感じ、こういう感じ、極端にするとこういう感じですよね。それを早くっていう風にします。で、こっちで踏んで響かしたものをこっちでミュートさせるような感じかもしれませんし、ともかく表紙の音をしっかり鳴らそうと思ったら、かかとで踏んでみてください。ではですね、基本な的な、表紙いくつか紹介していきます。はい、ではまず基本中の基本かと思います。六つ拍子、左からです。ツートンツートン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 、これが6つ拍子、1、2、3、4、5、6、6つですよね。トンツートンツートン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 、これが6つ拍子です。皆さんもやってみてください。左側からです。せーの、トンツートンツートントン。コツは先ほど言いましたように、かかと、ここをこう踏む、かかとで下に当てる感じです。で、上げ方ですけど、こういうふうに上げないでくださいね。この足首は固定したまんま膝を上げる感じ。固定って言ってもこうはなかなかならないので、少し若干つま先が下がりますけれども、膝をしっかり上げて踏む。横から見てもらうと、トンツートンツートン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 、こうなります。何回か続けてやってみましょう。いいですか。トンツートンツートン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 ツートンツートンツートン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 、2回続けてみましたので、一緒にやってみてくださいね。ではこれの変形バージョンです。この1回目は今のバージョンですけれども、2回目は、とことん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 っていう風に踏んでみます。左からトンツートンツートン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 ツー、とことん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 、こういう風な踏み方、ちょっとやりにくいかもしれませんしけれども、頑張ってやってみてください。トンツートンツートンツートンポトン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 ツー。このトコトン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 っていうのは、何か、例えば勉強とことん頑張るとかっていう、そういうふうな、語源になったとも言われてますので、表紙を踏んだところのもう一回踏み返すって言っております。
1回6つ踏んだ後にもう1回踏んでるような感じになります。トンツートンツートン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 ツートン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 、ね、ではですね、今の最初の6つを7つにしてみます。トンツートンツートンツートン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 、いいですか。トンツートンツートンツートン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 、これが7つ拍子と言われているやつです。で、今度は少し強弱をつけていきます。強弱つけるところを極端にちょっと強くやってみますね。トンツートンツートンツートン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 、3つ目と最後の6、7を強く踏んでみてください。トンツートンツートンツートン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 、これが、7つ拍子の強弱の付け方です。ではちょっともう一回戻りますけれども、6つ拍子の強弱の付け方も言っときます。2と5、6です。トンツートンツートン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 、この強弱をつけて踏むとより拍子が豊かな感じになってきます。では、この6つ拍子なんですけれども、ノリ字と言われている、大ノリなんですけれども、こういうふうに太鼓が入ってきたりとか、こう歌いが、まあ雨だれ式のリズムといいますかね、こう手拍子に合うようなリズムの時に踏む時は、この交互に踏んでたものが2つ合わさってきます。トンツートンツートントンツートンツートン、こういうふうになります。左からトンツートンツートントン、左2回積み木左となります。ゲイショウういの曲を、こういうふうに、拍子の、歌いのですね、ごめんなさい、歌いのリズムによって拍子の踏み方が変わってきます。今6つと7つをやってきましたけれども、1曲だけにある5つ拍子っていうのをやってみたいと思います。エビラっていう曲なんですけど、少しこれだけややこしいんです。八気が中に取り込められればというふうになります。もう一度やりますね。八気が中に取り込めっていうふうに、他にはないこの5つ拍子っていうのがあります。で、これで5、6、7とやってみました。じゃあもう一度この5、6、7を続けてやってみます。これが5、これが6、これが7です。まだまだたくさん拍子はあります。けれども、まずベースになるのはこの、まあ、5はちょっと特殊ですから、6と7、この2種類の拍子が自在に操れるようになったら、その後ここから増えていく感じになりますから、これをまずやってみてください。今回は拍子についてお話しさせていただきました。足拍子、まあ、能舞台の下には、まあ、大きな1メートル弱ぐらいでしょうかね、の、まあ焼き物の亀が入ってますね。いくつか入ってるんですけれども、それによって反響させる、あるいはその逆もしあって、壺の中に、まあ、バスタオルみたいなのを入れておいてミュートさせる、バスドラムって分かりますかね、ドラムセットの中で足でバン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 踏むやつなんですけれども、あれの中にも大きい、まあ、1メートルぐらいの太鼓なんですけれども、あそこの中に、みんな、バスタオルみたいな、毛布みたいな
そういうものを入れてます、よくバンドとか見てもらったら分かるんですけれども、あれはその大きい、まあ、太い音ですよね、低い音 を鳴らしつつ、その音が変に反響しないようにバッ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 っていう風になるように、こう中にミュートさせています、この2つの意味を持ちながら、拍子を踏んでいるわけなんですけれども、今みたいに強弱を つけていく、あるいは、まあ、この拍子っていうのはもう少し意味があります。どんな意味かと言いますと、あのコミュニケーションのというのも少し取ってるんですね、歌い手さん、あるいはお囃子の皆さんとしてっていうのは、舞台上で、速さのコントロールができないんですよね。まあできないって言って変ですけれども、こう話し合いができないわけですよね。誰かがタクトを振ってるわけでもありません。ですので、この拍子によって、拍子が所定のところにもほんのわずかです、もう 0.1 秒とかそれ以下とかね、それくらいの差で少し早くしてほしいときは、してが乗っていって拍子を踏んでいく、あるいは、少しゆっくりしてほしいときは逆なんですよね。少しこの所定のところよりかちょっとだけタイミングをずらして踏んだりすることもあります。そうやって、コミュニケーションの一つでもありますので、非常に大切なもんなんです。ただ単にこの場所でこの歌いで踏めばいいというものではなくって、まあ言ったら舞台を生かすも殺すも、この拍子によって変わってくると言ってもいいかもしれません。それくらい大切なものですので、まあ、リズムをちゃんと取ること、そしてちゃんと踏めること、要は踏むっていうぐらいですからね、こうグッと、まあ、地面に叩きつけるというか、グッと押し込むぐらいの気持ちで、こう踏むといいのかなというふうに思います。はい、今日は拍子のお話でした。ありがとうございました。